綺麗だけど、なんだか悲しそうな人ですね。ああ、こういうタイプの女の人、苦手じゃなかったんですか？ああ、他にもこの民族学者が調べたものがあるかもな。また黒沢さんに依頼しますか？その場所へ行こう。すぐに確かめたい。こんな時間からですか？場所は聞いてある。ああ、なら遮影機を持っていきますか？まだ使ったことはありませんけど、試してみるチャンスかもしれません。あそこは良くない場所だと聞いていますから。ああ、そろそろ日が暮れ始めます。急がないと。ああ、行くか。氷神山には夕暮れ時に入ってはならないという噂があるんです。大間が時に山に入ると山は別の姿、本当の姿を見せる。入るのは自殺しようとする人だけですよ。アルバムが見つかったのはあの旅館のようですね。先生、その遮影機本当に使えるんですか？一度試しておいた方がいいと思います。ああ、
取れました？モデル通りだな。どっちなんです？さあな。この旅館の旧館、奥にある古い建物は以前は山を祀るお寺か神社の一部だったと言われています。旅館になった後、経営者の一家が住んでいたようですが、氷上山全域で大きな地滑りがあり、土砂崩れで埋まってしまったそうです。先生が依頼したアルバムが見つかったのは旧館の建物みたいですね。ああ、そうらしい。ありませんが。